ホロメン連想ゲームってのをやってみたんですけど、好きな人はおかゆ。え、でもね、ちょっと待って、聞いて。最近ね、おかゆね、シュンのことね、妹みたいって言うの。なんか妹だと思われてんの。え、だからなんかお姉さんに見えてきたんだよね、最近。なんか洗脳されてる。え、いや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 、いやだえ、やめてよ、おかゆ。まだ忘れたくないシュンは、おかゆの好きな人だってことやめてくださいねえ、坂本、坂本はね、可愛いんだよな。なんか坂本ともお休み中ね、よく喋った。え、一番喋ってたのが坂本かも。可愛いんだよ。なんか気持ち悪いんだけど褒めてくれるしね気持ち悪い気持ち悪い人あんまいないから、なんか癖になるんだよね。優しい。あと、あ、そう、髪の毛のちぎれたゴムあげたら喜んでた。で、ちぎれちゃった、あげるって言ってあげたんだけど、 ありがとうございます、もらっときますって言ってカバンにしまってたことしか知らなくて、その後は知らないんだよね。喜んでた魔法少女紫あ、かわいい。あーかわいい、あーかわいい、あーかわいい、あー、声がいい匂いなんだよな。なんかさ、いい匂いする女の子の声してんだよ。あ、のっか、ごめんなさい、すいません、ちょっと、あ、ごめんなさいね、ちょっと頭皮の匂いが。てかね、マジでしおん先輩いい匂いだからね、本当に。あのね、びっくりする。なんかしおん先輩のなんか髪ゴムが切れちゃってもらったことあるんだけど、髪ゴムまでいい匂いしてた。びっくりした。え、髪ゴムにまで宿ってしまうのですか、美少女は、と思って。最高だったね。匂い嗅いでた。え、気持ち悪いねえ、かわいい。話したり、収録であったり、坂本とよく喋ってた。坂本とよく遊んでたし、ディズニーも行った。結構みんなと食べりしたりして、癒しの時間だったかも。よっしゃせー、こちらのレジでござう。27番ください、ペンカーン。